おはようございます。メイです。朝になりました。朝20度です。今から洗面をして身支度をして軽く朝ごはん食べたいと思います。道のオープン、今日はいつもより早くオープンしているんだそうです。多分これぐらいでいいと思います。お湯を沸かしている間にこちらで洗面をしていきたいと思います。肉落としですね。で顔を拭いていきます。歯磨きもしていきたいと思います。という間にお湯が沸いています。あ、よいしょ。
怖いよね。こっちに置いて入れます。熱い、怖いな。こっちのクーラーボックスの上に置いてお湯を温め入れます。だし味噌、だし入り味噌です。これを今日は入れてお味噌汁作っていきたいと思います。グツ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 ね、味噌がグツグツしてます。ネバネバ追加、とろろのお味噌汁よ。あー、入れすぎた。やっぱり熱い熱い熱い。今日はあとよもぎの団子とバナナとオイコスのヨーグルト、完成です。いただきます。これお茶忘れてた。忘れてました。ザバスヨーグルト味です。ではいただきます。こういう風になってるんで初めて買ってみました。飲みやすい。よっ。あ、そうだ、これ。ね、とろろ、納豆、違う、オクラと、オクラと、とろろの、貝のだし入りのお味噌汁になります。すごいネバネバ。熱い。めっちゃ美味しい。あ、ここね、片付けると足も伸ばせるんですよ。
それでは改めていただきます。なあ、美味しそう。ちょっとね、煮すぎちゃったからね、色がオクラの色が出ちゃったんですけど、とろみがついてすごく美味しいです。急いで道の駅行きたいと思います。オイコス、タンパク質が 10g も入ってるんですって。いただきます。これは混ぜるべき？このまま食べるの？なんて書いてるの？混ぜようか。あ、うん、混ぜて食べよう。これも、うん、これもセブンイレブンで買ってきました。もう美味しそう。ほら、いただきます。うん、美味しい。草団子美味しいよね。いただきます。うん、美味しい。やっぱりお茶でしょう。うん、あー、おいしい。水物が、これって 430g もある。これも多分 100ぐらいはあるでしょ。両方飲んだら530と、これも100ぐらいはあるのかな。超お腹いっぱいなんですけど、どうしよう。よし、じゃあこっちを飲んでザバサ持ち歩こう。あ、でも冷蔵だから冷蔵庫にしまっとこう。あ、間違えた。クーラーボックスにしまって持って帰ります。うん、ごちそうさまでした。そろそろすごい人がいっぱいになってきたので、お出かけしたいと思います。ちなみに今は25度です。
い人です。最高度がわからない。30分の分ですね、定期券を買い取り、スタートボックスさせていただきます。こちらも、購入に限りがございます。